小選挙区大阪府日本維新の会の政見放送です。この政見放送は、日本維新の会が自ら制作して提出したものをそのまま放送します。維新は問う。今、この国で、ひたむきに日々を積み重ねる人がいる中で、なぜ政治だけが非常識なのか。さあ、古い政治を打ち破れ、日本維新の会。既得権を守る自分たちに甘い政治家を交代させていこうではありませんか。私たち維新の会は他の政党と違って有言実行、選挙の時にお約束したことは必ず守ります。高校の授業では完全無償化です。でもこれは増税であるんじゃないです。財政を立て直しやってるんです。子供たち孫たちにつながっていく強い日本、豊かな日本、これを続けていきましょう。日本維新の会代表の馬場伸幸です。日本維新の会は根本からの政治改革、そして現役世代への徹底投資の2本の柱を掲げ、古い政治を打ち破るために挑戦します。私たちは議員定数や報酬削減など身を切る改革を有言実行してきました。また企業団体献金と政策活動費の廃止のほか、原資が 100% 税金の旧文通費などの不透明なお金の流れを撤廃し、政治腐敗を根本から浄化する政治改革を断行します。また今の日本を支える現役世代の負担がどんどん大きくなる社会を変えるべく、社会保障制度の大改革、抜本的な医療年金改革にも取り組み、現役世代の可処分所得を倍増させます。そして元気な若い世代が高齢者や地域を支える新たな好循環社会を創出します。日本維新の会共同代表吉村博文です。将来世代への徹底投資、維新が全国に先駆けて実現させた教育の無償化、これをまさに国全体に広げていきたいと思います。私たちは少子高齢化問題への抜本的な改革として、義務教育に加え幼児教育、高等教育においても所得制限のない完全無償化と、その質の向上を実現します。誰しもが平等に質の高い教育を受けられる機会を作ります。その未来への投資は最終的にシニア世代含め全ての世代に返ってきます。それが教育です。私たちは今取り組むべき課題を見据え、将来利益のために挑戦ができる政党です。古い政治を打ち破り、新しい政治を作っていく、私たち日本維新の会をどうかよろしくお願いいたします。本気で改革を実行し、日本を前へ進める仲間をご紹介します。大阪府第11区中塚博史。日本維新の会中塚博史です。社会には格差が広がり、政治不信が蔓延しています。国民の負担を減らし、希望が持てる社会にするには、まず政治家が襟を正すべきです。維新には改革の実行力と実績があります。次の世代に安心安全をつなぐために、私はブレずに改革に挑戦します。目指すは日本大改革。大阪府第12区藤田文武。皆さんこんにちは。日本維新の会藤田文武です。腐敗した古い政治をぶち破り、新しい政治を作る、しがらみのない改革で政治の信頼を取り戻す、私たちは自らが姿勢を示す有言実行の政治を行います。私藤田文武に皆様の力を与えてください。よろしくお願いいたします。大阪府第13区岩谷良平。東大阪市の岩谷良平です。初当選から3年、改革に取り組み、評価機関から三つ星議員表彰もいただきました。
この30年増税を繰り返す一方で、東大阪を含む自民党国会議員は裏金作りを行ってきました。裏金の政治から改革の政治へ、44歳民間経営者出身の岩谷良平に東大阪の皆様のお力をお貸しください。大阪府第14区青柳仁志。日本維新の会の青柳仁志です。本当の日本の力はこんなもんじゃない、その思いで国連職員から政治を志しました。国会議員として3年働き、しがらみのない維新ならこの国を変えられると確信しました。批判は受け止め、私が先頭に立って結党の理念を実現します。維新発祥の地大阪14区の皆様、どうか引き続きお力をお貸しください。大阪府第15区浦野康人。国民の政治不信を招いた自民党は頭をすげ替え、裏金問題の説明も改革案も示さぬままです。私たちは企業団体献金やパーティー券販売を禁止、旧文通費の可視化などどの党より先駆けて実践しています。真の政治改革、そして社会保障制度改革による現役世代への徹底投資を実現してまいります。大阪府第16区黒田正樹。日本維新の会の黒田正樹です。私はまず政治とお金の問題に決着をつけて、政治の信頼を取り戻すために力を尽くしてまいります。そして問題が山積する今の日本の改革を前に進めて、成長する日本、次の世代に誇れる日本を作り上げるために力を尽くしてまいります。どうか皆様のお力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。大阪府第17区馬場伸幸。堺で生まれ育った馬場伸幸です。堺の街をどんどんと発展させ、全ての市民が夢や希望を持ってワクワクドキドキできるような社会を作ってまいります。馬場伸幸をどうぞよろしくお願いいたします。大阪府第18区遠藤隆。平成24年初当選以来、生まれ育ったこの泉州の地で常に約束を守る政治を忘れずに、地元の諸課題とも向き合ってまいりました。国民目線で正しいと思える当たり前の政治を目指し、これからも地元泉州のため全力を尽くしてまいります。大阪府第19区伊藤信久。こんにちは、日本維新の会伊藤信久です。今の自民党政治では、政治と金の問題、子育て教育年金医療介護に対する将来不安には答えてくれません。私は国会議員の特権をなくし、地方に権限と予算を移して成長を続ける泉州、そして日本を作っていきます。私伊藤信久に泉州の皆様のお力を与えてください。日本維新の会は国民の皆様の挑戦と成長を支え、変革を続ける有言実行の改革政党です。古い政治を打ち破り、新しい政治を作っていく日本維新の会をよろしくお願いいたします。維新発足。1. 政治改革。 2. 社会制度改革、医療・年金・多様性等。 3. 減税・成長戦略・規制改革。 4. 教育改革・少子化対策。 5. 行政改革・公務員制度改革。 6. 外交安全保障。 7. 統治機構改革・地方分権。 8. 憲法・皇室制度。小選挙区大阪府日本維新の会の政見放送でした。